ハリビジェリーンズビアストーンカッターズ橋は香港のボルセンスにあるシャバリ橋。2009年12月に完成し、世界第2位の中央景観を誇るシャバリ橋となった。ストーンカッターズ橋は全長1596メートルで、水面から橋上までの高さが73.5メートル、首都の高さが298メートルという大規模シャバリ橋である。2004年4月着工。 2009年10月竣工。ランドラー海峡で隔てられた、九龍スバルフネスと深海聖島のコンテナヤードを結ぶ産業道路として、福音53.3メートル、片側3車線の道路整備されており、香港の高速道路、8号幹線の一部を構成する。発注は、香港特別行政区政府路政書、設計は、オーブ・ワラップ・アンド・パートナーズ・香港。 指向は、前田、日立、横川、新し政の4社による JV。構造は、高構造による中央スパンとコンクリート構造による両側スパンで構成される、鋼、コンクリート複合シャバリ橋である。この橋において特筆すべきは、横浜ランドマークタワーとほぼ同じ高さを誇る2機の首都。基礎は、岩木方式により地下117メートルまで杭が打ち込まれており、 一方上部では最下部で2418の楕円形であった断面が地上90メートルの橋下タブでフェーズ14メートル、地上298メートルの最後部ではフェーズ7メートルの深淵となる。175メートル付近からステンレスのコーティングが施され、最上部にガラス製の建屋が置かれ、照明設備が設置される。 シャバリ橋を支える PWS ケーブルは 7mm の祖先を499本束ねて、フェーズ 20cm としたものが1面あたり28本貼られている。従来のものに比べ断面積が格段に小さい、ため悪天候時の影響が小さく、またメンテナンスの最小化も実現した。施工において、これらはすべて3次元で計画され、 アンカーボックスや謝罪のガイドパイプは事前に位置や角度を計算して加工され、部材は世界中から調達されている。コンクリート145,700立方メートル、鉄筋37,100トン、規則位108本などの部材と500億円近い建設費の結晶とも言える。この橋は2009年4月7日に閉会され、香港の新たなランドマークとなるべく完成に、 向け最後の追い込み段階に入っている。ありがとうございます。